皆さんこんにちは、りょうくんです。はい、今回ですね、こちらプリーン J1 のペンライトを買ったので、今回はこちら紹介していきます。てん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 ペンライト。はい、というわけで今回は J1 のペンライト買ったんですけど、僕は J1 のザ・スターの入ってる最近のやつ、シャイナライトのミュージックビデオのリアクション取れなくて、本当にすいません。本当に普通にリアクション普通に 見てしまう。12時に見ちゃって普通に見ちゃって、あ、取らなきゃって思って普通に見ちゃって見ちゃいました。ミュージックビデオのリアクションはその後半、動画の後半にやります。では開けていきます。てか箱見て、箱これ何、オーロラ光んの、やばくない？こんな感じで光って。ね、待って。またカメラの順ないんだけど。最悪だ、順にすればよかった。まあ、普通に多分やっていきます。じゃあ、ロゴがあって、なんか、光見にくいな。で、後ろが、後ろも名前で、これは説明書で、こんな感じで、ジャワのロゴがあります。では、開けていきます。テープで、はかたかたかた。僕、ペンライト大好きっていうか、まあ、ペンライトってさ、持つだけでテンション上がるから、僕、ペンライトが大好きなんですけど、ジャワはどんなものなのか開けていきます。はい。3、2、1、はい。ジャムーって書いてある。こんなジャムって書いてあって、この中、1、2、1、プリッ！おぉー！かわいい！やばい！見て、プリーン！こんな感じです。え、かわいい！え、変身できそう！え、すごい！めっちゃ丸いわ。え、結構丸いわ、これ。こんな感じです。J1 のロゴと、まあこのなんか宇宙っぽい感じ、なんかわかんないけど地球っぽい感じの丸いネットと、そう、滑舌やばくない？あとこのボタンが J1 のボタンです。はい、かわいい、すごっ。あ、いい重さだわ。別にでも僕マジで、僕手でかいからさ、なんかないかな。僕の手がでかすぎて参考にならないので、この AirPods Pro と比べるとこんな感じです。まあ結構普通だよね、ペンライトにしたら普通のサイズ。ペンライトってか、普通ぐらいのサイズです。別に大きくはないかな。大きくはないっていうか、その普通の持ちやすいサイズです。中に待って、なんか入ってる。あー！トリカ入ってんだ！え、待って、え？待って、知らなかった。え、ステッカーあるんだけど、え？え、やば！しかもこれなんか多分これやってこい。待って。これ本人多分書いてるよ。これ本人。これ。名前。やばっ！え、これ貼れなくない？ペンライトに。これをペンライトに貼れってことか。ええー、で、こっちの J1 のロゴもあるし。え、これめっちゃいいじゃん。え、やばっ、最高。はい。で、これトレカ。え、デカトレカ。これ見せていいのかな、わかんない。で、説明書と、あ、すごーい。ちゃんと、日本語、英語、中国語が2種類、韓国語書いてある。やるね。さすが。と、ストラップです。かわいい。青大好き。え、このトレカって見せていいのかな？見せていいかな？わかんない。はい。ごめんなさい。はい、ではこのストラップつけます。え、てかもう本当にライブに行きたい。本当に、そう。さ、みんなも、本当にそうなんだよ。ライブに行きたいってわけでしょ。でもなんかあるよね。オンラインあれが。このペンライトと連動するみたいな。あ、そう、これ連動もするんだわ、そういえば。なんかで見た。はい。イェーイ！電池入れます。あ、電池これ。あ、これ。あ、これ、説明書。おぉ。あ、普通、わかる。見たことある。電池入れます。いきます。3、2、1、眩しい光が、うわーすごーい。え、待って、見えるこれ。こんな感じです。え、すごーい。めっちゃ綺麗。で、あ、点滅。わーお、まあ、フラッシュ気をつけて。フラッシュ、消えます。3展開 ?1、2、3。うん、3展開？え？え、これめっちゃ可愛くないこれ。え、これでさ、青い服ってか、なんか白っぽい感じで。やりたいし、早くライブ行きたいし。かわいいです。これめっちゃ薄くない？これ、もう、さっきもカメラの充電切れて、もう新しくカメラにしたので、もう、すいません。どちらかっちゃって。で、今から J1 のシャイナライトのミュージックビデオ見ていきます。さっきも言った通り、このミュージックビデオは僕先に見てるっていうか、もう見てるので、初見リアクションじゃないです。すいません。はい、お願いします。僕の推しは佐藤恵子さんです。はい、いきます。最初、拓海さん。知ってるか？ごめんなさい。
心の闇、夢の光。ごめん。寂しい瞬間。そう、マメさんがやばいの。マネハラさんが。で、あの、スカイさんが半ズボン。半ズボン3人いる。多分。で、ここはなんかめっちゃ冬、なんか、めちゃくちゃ冬、ここ。これもあるんだけど、この、ケイゴさんもあるんだけど、待って。ほら。成長ってか、すごい。I want. マジサビじゃん、マジ、レンさん。I want shine a light. ジュンキさんもやばい。その、あの、成長してる、ジュンキさんも。ドミノじゃない。前もドミノじゃない。本当に。これ。さっきのこっちがやばい。本当にみんながもうブルルってる。この振り。おう、すればやばい。え、ベレー帽欲しい。もうサビやばい。 I want to love you. やっと届いた。 I want。もう、いらない。おぉ。え、ほんとすごくない？まあ、最初からすごいけどさ。おぉ。そう。おい、ジギさんもやばいんだって。はい、というわけで J1 のシャイナライト見てたんですけど、あの本当にあのなんていうの、まあ、そのなんだっけ、オエオも結構すごかったけど、あの本当マジどんどんみんな上がってるよ。見てますか？本当になんていうの、アイドルレベルが、アイドルレベル、その別、僕が別にその、なんていうの、あの、わかんない、あの、まあ、わかんないけど、わかんない、その一視聴者何わかんないけど、本当にあの、まあ、さっきも まあ、いっぱい言ってるけど、ジンクさんもやばいけど、マイマラさんもやばい。そのジンクさん、僕のイメージではジンクさんが、あの、ドミノ、始まったらの時に、あ、もっといけるじゃんって思ってたんですけど、言ってるよ。このミュージックビデオだけじゃなくて、ケイゴさんの写真の写り、まあ、まめたかなわかんないけど、写真の顔の作りが上手くなってる。上手くなってるっていうか、あの、超、あの、ナチュラルケイゴさんバスでない、わかんないけど、まあ、みんなはそうだけど、まあ、ケイゴさん、その、最近の、雑誌のなんかが、え、こんなんできるのと思ったもん。まあ、その、本当にあの、上から目線とかじゃなくて、本当にあの、なんていうの、本当にそうなんです。上から、まあ、バカにしてとかそういうわけじゃなくて、本当その、感想、なんかなんていうのわかんないけど、本当そうじゃない。J1、最高！はい、というわけで今回は J1 のペンライトを開けて、リアクションしました。どうだったでしょうか？てか、本当にライブに行きたいです。本当にライブに行きたい。僕は本当に行きたい。シャイナライ。じゃあみんな、バイバーイ。